はいどうも、毎日の収益報告のコーナーでございます。こっちは映しちゃってるんですけど、ちょっと動かしましょう。こんな感じでバーンって感じで 588.9329 ドルですね。このアカウントだけなんですけど、昨日547ドルぐらいだったの、まあ41ドルぐらい増えてますかね。まあこの赤だけで、やっぱり6000円ぐらいは何もしないで手に入ってきてしまうという恐ろしい、なのでしょうねこれは。で、私あと2赤やっていて、それを全部足すともう800ドル超えなので、ついに今月のそのベーシックインカム金額がですね、10万円を超えてしまうという状態になってしまって、まあこれがね、本当に気出し疲れを浮かぶかだなっていう話なんですけど、まあね、もっと増えていくんで、もうちょっとぶっこんでいこうかなっていう話なんですけど、まあ今日はですね、テーマを、誰がやっても5バガー、今のタイミングでぶっ込んでしまうと夢のベーシックインカム生活があなたのものになってしまう、その方法とは、ちょっと話そうかなと思うんですけど、これ話す必要があるのかどうかは分かんないんですけど、まあ、テンバガーを、夢のテンバガーを狙うことをですね、株式投資で一攫千金しようと目論んでる人たちがですね、言っては金を集めてなんか詐欺ってるみたいな集団に一回お世話になったっていうか、やられた経験がですね、2年ぐらい前ですかね、あったんですけど、やっぱ株って結構難しいですよ。もう素人からいかに取るかみたいなところなんで、もう素人の人は本当にやらない方がいいですし、もう、なんていうんだろう、シミュレーションやって、この時にいくら買うのっつっても1000万ぐらいとか使ってみたらいいんですよ。それで本当にちゃんと2000万円とか増やせればいいですけど、もうそれ増やすの本当大変だと思うんですよ。もうね、銘柄がありすぎなのと、なんかもうなんかなみたいな、特に日本株はなんかなみたいな感じになるんで、まあどう考えてもやるんだったら米国の株やった方が効率はいいだろうなっていう、負けない感じもするし、上がっていく感じも、なんていうんですかね、今回私がこの紹介しているこれほどではないですけど、ちゃんと右肩上がりで、もう額が違いますよね。額が違うので、まあ、ちゃんとしたところにやっとけばしっかり配当増えてくるんじゃないかのあるけど、日本の経済はまあ皆さん日本に住んでると思うので、右肩上がりいくと思います。いやーちょっと怪しいですよね。だからそのよく言われる話で、昔はですね、世界のトップ30にいっぱい日本の会社いたんですけど、今は世界のトップ30にはトヨタしかいないみたいな、トヨタも消えちゃおうとしてんじゃないかみたいな勢いっていうかね、もう衰えちゃってみたいな。なんでもうね、目はね、日本じゃないところに向けといた方が安全かなというところがありますよ。いつとかどんどんですよ。でですね、これなんですけど、今のところなんか400何十%ってるらしいですよ、年利が。これ400何十%って1足すんで、自分の元本があるんで、なので5倍になるってことですよ。だから5バーガー、これを今買って1年突っ込んどけば誰でも5倍に増えちゃう、株買ったのと同じみたいな。なっちゃって、これ下がる場合はあるかもしれないですよ。その400何十パーが 200% に下がっちゃいましたみたいなことある可能性あるんですけど、これ50%に下がっちゃいましたみたいなんですよ。だから株ってあるんで、株はもう紙切れにもだゼロにもなっちゃうし、-25% -50% もザラにあるわけですけど、これはないです。あったとしても2倍になるぐらいまで下がっちゃってごめんなさいみたいなぐらいで多分止まりますね、これは。で、まあその前に、なんていうんですかね、本当にそんな危ないことになるようだったら 150% ぐらいとかで全部換金しちゃえばいい話であって、そこまでひどいことにはならない、
仕組みだと思うんですよ。なんでこれ投資じゃないんですよ。投資っちゃ投資なんですけど、これはお金を働かせてるみたいな仕組みなんですよ。やっぱりその仮想通貨とかそのメタバースとかその仮想の世界じゃないんですけど、そこの世界で働く労働者をお金である種雇ってですね、その仮想の世界であなたがその雇った労働者君みたいな、まあ今ちょっとこれ想像の世界で言ってますけど、が働いてくれるわけです。毎日ずっと寝ないで、そうすると毎日こうやって働いてる。だ10万円で買ったその労働者ロボット君は10万円分の働きだし、私これ40万円のアカウントですけど、40万円のロボットは40万円分の働きをしてくれて、毎日この稼ぎをあなたの元に持ってきてくれる。だそういうことなんですよ、ね。なのでそのこの会社が来るぞとかじゃなくて、もう自分の代わりに働いてくれる労働者を、その仮想の世界で働いてくれる労働者を買ってるというか雇ってるというか、そう考えてもらえればいいんですよ。ってなると普通に考えても分かるじゃないですか。あなたがですね、どっかでバイトしてお金を取られるっておかしいですよね。それね、なんか犯罪というか詐欺っていうかですよね。だけど投資の場合はなくなっちゃう場合あるわけじゃないですか。失敗する場合リスクもあります、ね。で例えばコンビニとかでバイトして、あなたは今日2000円払ってくださいみたいな、なぜか働いたのにお金失うとかいう恐ろしい、もう本当犯罪ですからね。だと絶対ないわけじゃないですか。まあ、巷にありますよ。その詐欺っぽいものとかね。なんかいい仕事がありますとか言って金取られちゃってなんかしてるみたいな。晩中村がね、なんか調査してた女性とお付き合いするだけでみたいなやつは、初めに金取られてナックするらしいんですけど、まあそういうのではなく、まあ普通の労働で考えれば、働いてくれた分だけお給料をもらって帰ってくるわけじゃないですか。もし自分でも誰でも。っていう、その自分の分身みたいなものをお金で作って、雇って、で、その仮想世界で働いてもらって、こう、エッサフサ、疲れないロボットですね、働いて、お金、収入をですね、持ってお家に帰ってくるというのはこの感じなんですよ。で、これは、で、その結果が今、この588ドル、その AI ロボット君が稼いでくれたみたいな状態なんですよ。だからこれ別に FX でもないし、そういう株式の投資でもない。ただまあなんか仮想通貨には関係してそうだぞっていう。ただこれ仮想通貨が上がってるわけじゃないですよ。仮想通貨をなんかするなんかの仕事を、その今私がその例えで言っているあなたの分身ロボットというか仮想世界で働いてくれる労働ロボット君がなんかをして働いてくれて持ってきてくれてるお金みたいなですね。その仕組みがあるってことです、もうすでに。まだメタバースの世界とかね、ゴーグルでどうだみたいな感じであんまりこんな世界来んぞみたいな来てないんですけども、仮想通貨の世界だけにおいてはですね、だいぶ出来上がってきてるんで、それがもう実現してるってことですよ。それをですね、まあ私みたいな年のおっさんたちはもう理解があんまできないわけですね。まあ若い人だったらある程度はもうそういうの当たり前だよねみたいになっちゃってるから、もうこれを受け入れちゃって簡単にお金をもう自分が働かなずしてその AI ロボット君に働いてもらってお金持ってきてもらって、だからなんつうのある種の紐生活みたいなことですよ。 AI ロボット君が持ってきたお金の紐生活みたいな、まあ、ある種ね投資家なんて紐みたいなもんですからね。お金誰かが私やらしてその上がりもらってるみたいな感じなんで、そういう意味で言うとこんなに優秀にあれですよ、月の報酬を持ってきてくれる労働力をですね、今皆さん誰でも手に入れることができてしまうっていう、間違いのない事業に金突っ込んで上がりもらえちゃうっていうことですね。まあ、そこがなんやねんって詳しく調べたい人はですね、いろいろそっち側の世界のこと調べてもらえればいいかなと思うんですけど、そんなにもう詳しくなっちゃってもしょうがないので、それって車作れちゃうぐらい車詳しくならないと車運転できないっていうのと同じじゃないですか。いや別に車のその運転する方法さ分かってればですね、よくて目的地に着けばいいわけですよ。ってことはここにお金突っ込んでお金が戻ってきてそれ出金できて楽しい生活できれば別にそれでいいじゃないですかっていう。まあ多少はしといた方がいいと思うんですよ。多少はしといた方がいいと思うし、マニアの人はいろいろ調べてなんかそっちのね仕組みを作れるぐらいの人になっちゃってもそれはいいと思うんですけど、私はまあ車運転できればいいぐらいの感じでこれやってますんで、まあ突っ込んでこれ見て回してっていうことができればいいかなっていう感じなんですよ。
なのでね、その自分の分身、仮想世界で働いてくる分身労働力ロボットを手に入れて、この不労所得ベーシックインカム状態を作りたいという方ですね、ぜひこちらに、ね、連絡していただければって思ってますけど、まだちょっとそのよくありがちな秘密の LINE の QR コードも作ってないし、まあ、連絡をどっか書いてくれればできると思うし、ちょっと Twitter とかインスタとかもやろうかなと思ってるんですけど、まあ何かしらで連絡してくれればつながりますんで、言ってくれればこの労働ロボット君ね、手に入れる方はお伝え&サポートしたいとは思ってますんで、ぜひ、ね、新しい時代のお金の稼ぎ方っていうかライフスタイルをね構築していきましょう的な感じで、ちょっと息切れちゃったんで、今回はこんな感じにしたいと思います。また何かあったら、まあいろいろここわかんねえぞとかいろいろ突っ込んでくれると、また話しやすいので、いろいろ突っ込んでください。ではナマステー。